広安、角広安門事件は、日中戦争初期の1937年7月26日、中華民国鬼殺政務委員会の支配地域であった、北平で起きた、国民革命軍第29軍による、日本軍への襲撃事件。この7月には7日に露光橋事件、25日に、老婆事件という別の衝突事件が起きていた。北平居留民保護のために、 日本軍後部大隊は26台のトラックで北平城内の日本兵衛に向かった。事前に松井特務機関長が部隊の北平外城公安門通過について、鬼殺政務委員会当局と交渉して、畑特順市長の承諾を得た上で連絡のために、 鬼殺政府軍事故門桜井少佐が午後6時頃、広し安門に赴もむくと、門を警備していた中国軍が城門を閉鎖していたため、開門について交渉した結果午後7時半頃、開門され部隊が門の通過を始めたが、部隊の3分の2が通過した時に突如門が閉ざされ、後部部隊を城門の内と外に分断した状態で不意に、手榴弾と、 機関銃のの猛者による攻撃を加えてきたたため後部部隊も門の内外から汚染した中国側は兵力を増強して大隊を包囲し、一方豊か大の川辺旅団長により午後9時半、救援隊が派遣されたところで接傷により、中国軍は離れた場所に集結し、後部部隊のうち、場内に入った者は木内公司館区域に向かい、場外に残された者は、 豊タ台に向かうという案がまとめられ午後10時過ぎに停戦し、後部部隊は27日午前2時ごろ、公司館区域の兵営に入った。この戦闘における、日本軍の死傷者の合計は19名で、その内訳は、戦士が上等兵に、負傷が、詳細一、退位一、軍曹一、上等兵に、一等兵一、二等兵七、軍属に、新聞記者一であり、 桜井古問に同行した通訳1名も戦死している。当時、すでに中国軍は、河北省南部の石火層、保填や山西省の大道に多数集結し、また豊か台においては、完全に日本軍を包囲しており、その一方で、日本軍も、新たに動員された関東軍、朝鮮軍の部隊が、北平、天津地区に到着しつつあり、両軍の間で、 緊迫の度が高まる中で起きた事件であった。この事件は直前に起きた老亡事件とともに中国側の規範意識の欠如と残酷な面を見せつけ中国側に対して全く反省を期待できない不正意の現れであり和平解決の望みが立たれたと判断した日本軍シナ中東軍は7月27日夜半になって前日の通告を取り消し 改めて、気殺政務委員会委員長であり、29、軍軍長でもあった、総う哲に対し、協定履行の不正意とルジの挑戦的行為とは、もはや我が軍の因人指導は、ざる所であり、中んづく広安門における、欺慢行為は、我が軍を侮辱するは,なはだし、着物にして、断じて許すべからざるものであるから、軍はここに、独自の行動を取ることを通告し、さらに、 北平城内の戦火を避けるために、中国側が、すべての軍隊を金ーちから撤退させることを勧告した。日本軍シナ中東軍は28日早朝から、北平天津地方の中国軍に攻撃を加えるため、必要な部署を用意し、下北のミニ州を敵視するものではなく、列国の権益と、その居留民の生命財産と安全を図り、 中国北部の獲得の意図がないことを布告し、これと同じ内容が内閣書記官長団として発表された。中東軍は28日から北平周辺の中国軍に対し攻撃を開始し、天津方面では28日夜半から中国軍の攻撃が開始され、各方面で日本軍が勝利し2日間で中国軍の総統が完了した。7月29日には、 在留日本人数百人が、きっと傍教自治政府保安隊に虐殺される、通州事件が起き、日本世論は激高することとなった。ありがとうございます。